欧流潜水艦からリチウム電池搭載へと変更された双流型潜水艦ですが、最高防衛機密であるということは言わずもがな。同盟国の米海軍潜水艦司令官ピッツ少将が乗り込んで、清流潜水艦の艦熟訓練をキャッチしました。この時の艦熟訓練中に何が起きていたんでしょうか。最高機密の海上自衛隊潜水艦を視察する意味が今考えるとあったんですね。スターリングエンジンの性能を評価していますしね。2018年3月12日就役、清流潜水艦は艦熟訓練を行っています。その訓練に視察に来たのが、米海軍潜水艦隊司令官です。日本の最高機密に乗り込んでいきます。清流潜水艦は三菱重工神戸造船所で建造されています。ちなみに、三菱重工神戸造船所は、神戸港内にある三菱重工業の造船所のことです。1905年に創業した三菱重工神戸造船所は、三菱重工の基幹造船所の一つで、コンテナ船、潜水艦、深海潜水調査船などの高付加価値船の建造を得意としています。本工場、二見工場、三菱神戸病院から、なっています。戦後の過度の経済力集中排除法による旧三菱重工業の分割で誕生した新三菱重工業は、ここを本社としていて、1964年に神戸造船所から大型原動機部門が独立、三菱重工業高砂製作所となったのです。造船所には珍しく、施設内に史跡があるのも特徴で、和田岬砲台は、神戸市兵庫区にある砲台跡です。国指定の史跡で、和田岬の先端近く、三菱重工業敷地内に残っています。1973年には、デミング賞事業所表彰を受賞し、日本でも屈指の潜水艦造船所といえますね。そう、流型潜水艦9番艦となります。清流の名前に負けない潜水艦となることでしょう。艦熟訓練はいろんなところを航海、潜航しながら訓練していきます。最重要機密となるため、どこで訓練中かはわかりません。司令官ピッツ少将が同乗し、訓練の様子を視察し、日米での役割を確認しました。10月19日のことですが、清流潜水艦乗務員に敬礼をされながら、清流潜水艦に乗り込んでいきます。清流潜水艦の説明が終わり、ピッツ少将は語っています。我々は、海上自衛隊潜水艦隊と緊密な連携をとっており、最新鋭の潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは、非常に重要な意味を持っています。先日の潜水艦を追う竜の進水式にも同席し、その興奮を分かち合えたりと、海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係が日々強まっていると感じます。清流潜水艦平間艦長はこう答えました。ピッツ少将を清流にお迎えできて非常に光栄です。同乗視察期間中、私たちの能力をお見せし、日米間の相互理解、運用能力向上に寄与できることを楽しみにしています。喜びがひしひしと伝わってくる内容ですね。海地型国の軍人を潜水艦に同乗させることは稀であり、それも最新鋭の潜水艦に乗せるその意味の大きさが見えてきます。最近の包囲網的な訓練に、どんな意味が隠されているのか察知できそうですね。中原子力潜水艦も、どれほどの性能か、まだ見えてはいないのですが、それほど恐れるものではないということは、言えるでしょう。海底では、
日本とアメリカがかなり優位に立っていることは間違いありません。日本も着々と軍事力をつけてきており、アメリカの軍事力に頼っているといっても、こういった潜水艦などの技術は日本が抜きんでているのかもしれません。今後も日本の技術力が世界で評価されることを見守っていきましょう。海底と宇宙とどれくらい進化できるかが鍵を握ってきます。海底にも無人機が出来上がりつつありますが、それはロシア、中国が発表しています。実は、日本、アメリカともにすでに開発しているなら、どう考えるでしょう？ただ発表していないだけと言えますね。スターリングエンジン最後の双流型潜水艦を紹介します。2017年11月6日の進水式から、早、月日が経ち、2019年3月18日引き渡し式が行われました。双流潜水艦は、ここから始まることになりました。双流潜水艦は、高い耐水圧性能が施されている、超高張力鋼が使われています。今までのステルス性よりも、性能はアップして、潜水艦となります。ソナーやシステムの向上はもちろんですが、X 火事は、以前よりも優れた運動性能となります。通常動力型潜水艦では、トップを走っているのではと考える。だが、この双流潜水艦で廃止されるもの、それは、スターリング機関が、この10番艦で廃止となっている。また、スターリングエンジン搭載艦としては、最強となりそうです。いろいろな意味でも、スターリング機関は、この潜水艦で終了となるとされています。560億円の建造費は、高いか安いか、防衛には必要となります。しかし、スターリングエンジンが終了となると、潜水艦の役割も変わってくるのでしょうか。潜んで、忍者のように、音を立てずに見張ることから、極秘任務が変わってくることでしょう。同日65人の乗員が、訓練を行いながらクレーと向かう、潜水艦の内部は、誰も見ることができません。これを公開してくれれば、私たちも評価できるのですが、公開されていないということで、内部の状態も気になりますね。どういう装備品がついているのかも、11番艦オウリュウからはリチウム電池へとバッテリーが変わります。バッテリーが変更されるということで、かなり技術が上がったことを意味しますね。ディーゼル、スターリングエンジンは、これが最後となってしまっています。時代とともに技術は向上してくる。スターリングエンジンよりも、バッテリーの方が、性能や技術が向上するのが早かったことになりますね。スマホを見ても、バッテリーの進化はすごいと感じるだろう。充電時間は、短く使用時間は、長くなっています。こうしたバッテリー技術の向上が早かったことが、一番の起点とも言えそうです。さらに、今後考えると、リチウム電池性能は上がってくる状況です。今までの、そう、流型潜水艦にも、搭載可能なバッテリーになることでしょう。電池サイズは、リチウム電池の方が、今は若干小さいようです。ちなみに、リチウム電池は、負極に金属リチウムを使用した化学電池のこと。二酸化マンガンリチウム電池は、正極に二酸化マンガン、負極に金属リチウム、電解液には有機溶媒にリチウム塩を溶解させたものを用いています。このリチウム電池のサイズは20ミリとも言われており、このサイズで動力を発せられるとなると、
かなり小さいサイズで、パワーが強大ということがわかりますね。今後、もっと小さくて、高出力なバッテリーへと変化してくるでしょう。また、安全も向上し、潜水艦に搭載可能なバッテリーに仕上がっていきます。しかし、バッテリーを超える期間が出てくれば、また変わってくる可能性も否めないですね。今のところ、リチウム電池は、静かで、大容量で、使用時間も長くなっているとのことです。充電時間は、今までと同じか、それ以下と性能をアップしていることでしょう。昇竜潜水艦10番艦で、キリのいい数字ですね。昔、元自衛隊員が、スターリングエンジンを褒めていたのを聞いています。そんなにいい機関なのかは疑問ですが、それは、ある意味デメリットと、今では時代遅れになるのかもしれません。最終型となると、このバランスは、どう取られているか見てみたいものです。エンジンでも、性能アップは、常に考えていることで、やはり AIP としては、通常動力型潜水艦では、トップクラスになるだろう。他、そう、竜型潜水艦が続く、通常動力型潜水艦が採用している AIP だが、この10番艦で、一旦、スターリング機関とディーゼルエンジンの組み合わせは終了しました。豪州に、潜水艦売り込みの時は、このスターリングエンジンと鉛電池の組み合わせだった。だが、ボウリュウ以降は、リチウム電池で機動力が違う、音も立てずに、ひっそりと先行できる。オーストラリアでも、今では議論となっています。日本案を採用すべきとの声が増えているのも事実です。ですが、水艦の情報は、極秘でなければいけません。売ってしまったら、どこから情報が漏れるかわからないことも考えると、重大な極秘事項でなければならないのも事実でしょう。もしかしたら、売れない方がいいのかもしれませんね。売ってから情報が漏れるのも危険ですよね。日本人らしい考えから生まれたのも納得、スペックダウンはしない方だったのです。やはり、ここがどこか非凡っぽいのかなとも思いますね。ただ、情報流出には気を配らなければ、すぐに同じ潜水艦ができてしまいます。0から1を作るのが苦手な日本、ただ1を作ってしまえば模倣は得意なので、これを機に外国各国が真似できないようなアレンジを加えて、日本独自の味を出してほしいものですね。大国は原子力潜水艦を多く建造している。通常動力型潜水艦は、ドイツか日本か、それくらい聞かない話で、豪州も通常動力型潜水艦を導入したいとの意向があるようです。やはり、建造コストの問題もあります。台湾でも、自国建造を目指して、設計段階が完了しているので、建造に着手するはずだと思われています。各国で潜水艦が建造されているのにも注目です。やはり、日本が一番と考えたいですね。